ということで、これはすごく今後期待できる領域だなという感じがします。前回ホームポートミニ、ホームポートミニの説明をした時に、照明のコントロールとか、音楽の転送とか、いくつかちょっと伝えきれなかったことがあったので、今回もう一回配信したいと思います。それとあとはですね、巷でにぎわっている M1Mac のことについてもちょっとお話ししたいなと思ってます。ということでやってみましょう。ホームポッドミニを使って明かりのコントロールをしてみたいと思います。照明を消して。はい、照明をオフにしました。照明をつけて。はい、照明をオンにしました。こういうことで、Siri に照明のオンオフ、部屋別に頼むこともできます。天気を聞いてみましょう。今日の天気は？現在曇っていて気温は12度です。今後は午後から雨になりそうです。気温は平均約11度で横ばいでしょう。ということで天気を聞くことができます。はい、それではですね、ホームポッドミニのインターコムをちょっともう一度やってみたいと思います。みんなにご飯って伝えて。はい、ホームハブの全員にインターコムで連絡します。という感じですね。と Siri がみんなに伝えてくれるとということです。それでは、全部のホームポッドに、音楽をかけるリクエストをしてみたいと思います。全員にチルミックスをかけて。はい、チルミックスをお届けします。家中のホームポッドが同時に同じ音楽を再生することができました。音楽の転送をしてみたいと思います。 Apple Music にアップロードしたガレージバンドで作った音楽、これ iPad mini に近づけてこういう感じになります。再度、iPhone を近づけます。はい、と iPhone の方にまた曲が戻ってきます。こういう機能が、できるようになってます。次は、Apple TV に iPod をつなげるっていうことをちょっとやってみたいと思います。それでは Apple TV に接続をしてみたいと思います。まずオーナーの iPhone、 いいかな、オーナーの iPhone の、中にある Apple TV のアイコンをタップします。長押しか、それでピントが一番下の方にギアマークがあるのでね、それでですね、ここにデフォルトオーディオ出力というタブがありまして、リビングのリビングを押すのかな、リビングを押すんですね。はい、そうするとリビングのホームポッドに入れ点がつきました。Apple TV につながってると思います。どうでしょう、実際にピントが、おで、ホームポッドは Apple TV とも接続をすることによってより、機能を発揮すると。左右に置けば本当にホームシアターのとサウンドが、ここで繰り広げることができるのだろうなというふうに思います。とそれから音声認識、これから音声認識が始まります。アメリカではもう始まっているんですけども、日本語対応が、これからになると、いうことで、今現在はまだ使えません。でもし使えるようになった場合にどうするかというと、ホームアプリを立ち上げて、ホームアプリの一番上のホームアイコンからホーム設定を選んで、自分の設定項目に
飛んでいきます。そうするとパーソナルリクエストっていう項目があります。これが今オフになってますね。言語を選択っていうところに行くとですね、アメリカとイギリスとオーストラリアの英語の3言語しか今のところ対応してません。ここに日本語が出てくればここで選ぶと、この自分の声を識別っていうところにレテンが入ると、その下にパーソナルリクエストをオンにするかどうかが出てくるわけですね。自分の声を認識、自分の声を識別した段階で、自分の Apple ID とつながるという具合になるわけです。非常にそれが期待できるかなという感じですね。ということで、HomePod mini、 これ今回HomePod mini とあと HomePod と両方、やってみたんですけども、照明コントロールとか音楽の転送とか、あと、天気を聞くとかね、それからHomePod はっていうか、Apple TV にその論理的につないで、Apple TV システムとして動かすのはHomePod の方なんですね。Apple TV って別にテレビにつなげなくても、普通のモニターにつなげても HDMI でつなげればちゃんと画像が表示できるんですけれど、ただその音量調節まではできないんですね。 Apple TV のリモコンではできない。ただ今回の HomePod をその Apple TV のシステムの中に組み込むとですね、音量の調節までが Apple TV のリモコンでできるようになるということで、今までの問題がちょっとそこでクリアされたという、しかも音が非常にいい音で聞けると。できればHomePod を両側に左右に置くのが一番いいんですけどもね。ということで、それをちょっとやってみたというのが一つと、であと重要なことはですね、これから音声認識が、アメリカでは音声認識がもうできるようになってます、 HomePod のシステムの中でね。ただ日本ではまだその音声認識がダメです。実際の画面にはもう用意されているので、時間の問題だろうとは思うんですけれども、そこができるようになるとですね、ホームスピーカーって要するに一人の人が専用的に使うものではないわけですね。家族の、複数の人がこう、使うわけなので、その複数の人を認識するっていうところから始めなくちゃいけないわけです。だから iPhone とか iPad っていうのは、基本的に個人持ちですから、そういうことは考えなくてよかったわけだけども、そこがHomePod の一つの課題でも、あったわけなんですが、アメリカの方ではクリアした。で、アップルの場合は個人の特定をするのにですね、アップルミニは A5 だったと思うんですけども、チップを入れてですね、そこで複数の人の声を判別するということ、他の例えば Google なんかはですね、多分サーバーの方に音声認識を飛ばして、だからサーバーの AI 処理によって反面セキュリティとかそのプライバシーの問題関係してくるわけなんですが、 Apple の場合はデバイスの中で閉じた形でその個人認証をすると、音声認証をするということなんで、ハードルは非常に高いだろうと思うんだけど、そこをクリアして今回それが、アメリカでリリースされた。で、日本もそのもうそろそろ出てくると思います。ということで、これはすごく今後期待できる領域だなという感じがします。そう、それから話はちょっとMac の方になるんですけども、巷で今M1Mac が非常に話題になっています。ちょっと今使ってる Mac は MacBook Pro の13インチなんですけれども、持ち運びに便利だということで、導入したんですが、最近はちょっと持ち運ぶこともあまり、そういう機会もあまりなくなってるんですけれどもね。ただちょっとストレージが不足しちゃってるっていう課題が一つと、そういった意味では家で使う時にはですね、このデュアルディスプレイでやるんだけども、その時に、それも手伝ってかな、ブラウザーを立ち上げてブラウジングするぐらいでもですね、結構ファンがブワーって回り出したりするんですよね。ちょっとそれが気になるところなので、ちょうど同じ MacBook Pro の M1 に変えれば、もうさすがにそういう問題は多分クリアできるんじゃないのかな。世の中ではですね、もりもりに積んだMacBook の16インチのですね、すごいやつを使ってる人がですね、 M1 の Air をすごいすごいって言ってる動画が結構あるんですけども、
まあそれなりの性能が多分期待できるんで、でこれはこの話はですね、あのアップルシリコンが今後どうなるっていう話を前回と動画でもお話ししました。まあちょっとあの概要欄にそのリンク貼っておきますけれども、どっちにしろ MacBook の課題を解決するために新しくしなきゃいけないと思っていたので、せっかくだから M1 にまあ挑戦してみようというふうに思います。かなりあの受注が逼迫しているようなので少し時間がかかるかもしれないんだけども、届いたらレポートしたいなというふうに思います。はい、それではまた。